今回は北島のハミルトンにあるハミルトン動物園に行ってきました。まず、門をくぐって最初に目に入るのがこのサイです。はい、そして少し歩くとサバンナエリアに到達します。でも、何がいるかよくわかんないんですね。すごくみんな遠くにいるので、影が見えるかなっていう感じですけれども、キリンがいるのはわかると思います。でも実はこの一角に、こんな風に説明する場所があるんですね。でこの時ちょうど、この女性がいろいろキリンについて説明してくれているところだったので、近くでキリンたちを見れてとてもラッキーでした。キリンたちのお目当てはこの女性の後ろにバケツがあるんですけれども、その中の野菜です。なので人を見に来たのではなくて餌がもらえると思って来ています。そしてこのそばにはアルパカがいました。ニュージーランドでは結構一般的にアルパカを飼っているところがあるんですけれども、基本的には、毛を取るためだと思うんですが、ペットとして飼っているお宅もあります。そして今回の、私のお目当てクニクニピッグです。クネクネって書いてありますけど発音はクニクニです。この豚は、ニュージーランドに、西洋人が入植した時にもうすでにいたんですね。で多分、マオリの人たちが、800年から1000年ぐらい前にニュージーランドに到着した時に連れてきたものだと思われます。こちらは園内の広場です。とても広いのであまり人がいないように見えますけど、実は、この日はスクールホリデーだったので子供連れがまあまあいました。この広場のそばでちょっとした人だかりができていたので見に行ってみると、若い男の子がなんとバクを撫でていました。こうやって自由に動物を撫でられちゃうんですね。そしてこの後少し歩いて発見した看板がこちらです。チンパンジーの場所なんですけれども、ここには、もし何か起こしちゃったら、もらっちゃうよと書いてあります。チンパンジーを見るためには、高い橋の上からこのように、見下ろす感じになるんですけれども、橋の柵が結構間が空いていて、ちっちゃいものならポロンと落ちちゃうんですね。なので多分そういう看板が、ついてるんだと思います。でこの時はちょうど、チンパンジーの赤ちゃんがいたので、みんなすごく興味深そうに見てました。ニュージーランドにはとっても珍しい爬虫類がいます。それをトゥアタラとみんな呼んでいます。日本名はムカシトカゲと言いますが、どうやらトカゲの仲間ではないようです。さらにニュージーランドにしか生息していなくて、で2億年も前から姿が変わっていないというとても珍しい爬虫類の一種です。ニュージーランドにはヘビやクマのような危険な動物はいませんが、この木屋に遭遇したら要注意です。この鳥は実はすごくいたずらっ子で車のタイヤをかじるなどします。でもほとんどの鳥が、この鳩のようにおとなしくて、何も悪さをすることはないです。ちなみにこの鳩は日本によくいる鳩よりも二回りぐらい大きくて、であまりいないので見かけたら、ああ鳩だと私は思わず言ってしまうくらい あまりいません。この鳩がいた場所なんですけれども、森の一部をこうネットで覆っていたところだったんですね。なので人間がこの中に入って、自然の状態でいる鳩やその他の鳥を見るという感じでした。そしてこのような感じで、鳥のための餌のオレンジが木に刺さっているというのを発見しました。ということで、ここハミルトン動物園には、その他のニュージーランドの鳥やあとは動物がいますので、興味があったらぜひ行ってみてください。